ソコトラ島はイエメンのソコトラ県に属するインド洋上の島。周辺の島と合わせてソコトラ群島やソコトラ諸島などと総称されることも多い。2008年に世界遺産に登録される。独特の生態系とその機関で知られる。登録基準はアラビア半島の南 300km、アフリカ大陸のアシール岬の東北島東 240km に浮かぶ。 大きさは東西に約1 0 0トル、南北に約4 0トル。人口42,842 42人。住民のほとんどはアラブ人。最も大きな町は北岸沿いにあるハディブ。島のすぐ西側はアラビア半島とアフリカのソマリア半島に挟まれたアデン湾となっている。ソコトラ島は群島の主要な島で、他に小さな3つの島がある。 地形的には海岸の狭い平野と石灰岩大地、そしてハギール山地である。大地はカルスト地形を示し、ハラー洞窟が知られる。年間降水量は約250ミリメートルで、そのほとんどが12月から2月にかけて、モンスーンによって海から運ばれた湿った風が山にぶつかり発生する霧によるものである。海上貿易の中継地点として、古代からアラブ人、 インド人、ギリシャ人などの商船が寄港し、栄えた歴史がある。一世紀頃の書とされるエルトゥーラー海案内記によると、ソコトラの語源は、サンスクリット語で、カゴの島という意味である。航路が衰退した現在は、農業が中心であり、牧畜として、ヤギが島内のほぼ全域で放牧されている。流血寺から採れる、流血は古代ローマ時代から中世、欧州、 あるいは中国で珍重され、今でも現地住民の貴重な現金収入だが、流血樹の繁殖域は減少しつつある上、世界遺産に登録されたことにより、流血が土産物として扱われるようになったことで、仲買人から流血が買い叩かれる事態が発生している。住民は南アラビア諸語の一派である、ソコトラ語を話す。ソコトラ語は文字を持たないため、 言語の消滅が危惧されている。航海の入り口に位置し、ジブラルタルと並んで、地政学的に重要なこともあって、以前には、旧ソ連等の社会主義国家の感染給油施設が存在した。1967年の独立以来、南イエメン領であったが、1990年の南北イエメン合併によりイエメン領となった。かつては、ハドラマーと県に属していたが、 2013年以降は分離してソコトラ県となっている。ソコトラ島は超大陸の分裂でアデン湾が形成した2300万年から500万年前にアフリカ大陸から分離したと考えられている。過酷な気象条件のもとで動植物が独自の系統的進化を遂げイエメン本土のあるアラビア半島とは異なった生態系を形成しており固有種率は極めて高い。 そのため、インド洋のガラパゴスとも呼ばれている。地球温暖化による環境変化や人間による開発などのため、数百種が絶滅を危惧されている。印象的な独特の樹形で知られる、流血樹、ドラセナシナバリーをはじめ、世界で唯一の売り家の樹木デンドロサキオスサコウトラネス。幹が巨大な、トックリ状になり、貯水の機能を果たすドースティナやギガス、入港を生じる。 ボズウェリア・ディウスコリデス、原始的なザクロの一種プーニーカ・プロタプニカなど、植物に独自の進化を遂げたものが多く、これらが作り出す独特の景観が島の観光資源ともなっている。他、鳥類や昆虫、クモ類など、これら植物と共に暮らす動物の固有種も多い。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 島の北西部、アデン湾を望む海岸丘陵に放置されている T-34 戦車戦術のように公開、ひいては地中海インド洋海上交通の要所でもあり、南イエメン領時代には軍事的要所として相応の軍事力が配置されていた。21世紀になっても、島内各所には統治下の代用として配置されていた戦車が放置されている。 第二次世界大戦や、それに類する戦争を扱った架空戦記などにも、しばしば登場しているが、それらの作品の中には、必ずしも島の地性や環境が正確に描写されて、いるとは言えないものも存在している。ありがとうございます。